ちょっとなんか、なんかちょっとこれはこれでね、あまりですね。もういいや、それで。おはようです。今日はね、金曜日予約。もう1週間めっちゃ長かったです、今週は。なんでか。ね、長かったですね。今日のね、15時までイベント受付をしてるので、よかったら会いに来てください。昨日また見やすいように詳細を上げてるので、 ALT を見てくださったらめちゃ細かく書いてあるので見てください。おはようございます。おはようウルト、おはようウルト、おすおす、おはようございます。追加してありがとうございます。ありがとう、待ってますね皆さん。待ってます。おはようです。今日はね、東京は雨が降ってるらしいですよ。降ってますか、東京の皆さん。雨はそんなに、まだ雨は降ってないですね。けどなんか大阪も昼から雨が降るってやってました。昼、夜かもしれんけど、夜かもですけど、なんか今日雨降るって言ってましたね。なので皆さん傘ちゃんと持ち歩きましょう。もう11時が半分ある。あ、確かに今日は15だからぴったりですかね。結構違う、めっちゃね、お腹空いてるんです今日は。なんか最近あのね、お腹は空くけど、なんかバクバク食べる気にならんことが多かったんですけど、めちゃくちゃお腹空いてます。千葉はまだ雨強いですよって。そうなんですね、気をつけてください。朝から雨って嫌ですよね。雨も学校の日は特にあれですね。はい、朝雨降ってると気分が落ち込みます。まあ曇りとかも嫌やけど、行きはね、いやもう帰りは土砂降りでもいいから、行きだけは降ってほしくない。そうですね、ゆきのんは卒業がショールーム配信ですね。20日え、20と20日ですよね。20日に配信するって書いてありましたね。おはよう。はい、雨降ってたら気分下がります。ちょっとね、やっぱり雨かって感じですね。けどまあでもね、小学校の頃とかは、あの雨の日って休み時間がめっちゃ暇やったんですよ。こう何しようみたいな、外で遊べへんから何しようっていう意味で、結構学校行くのもちょっとめんどくさく感じてたけど、そうけどね、ね、中学校は休み時間に外で遊ぶとかはないからさ、別に雨でも、まあ、いいことはないけど、そんな学校で飽きるとかはないですね、別に。そうですね、昨日の雨で2000通突破でした。そう、おとといね、メール送ってると思ってたら送れてなくて、ごめんなさい、空いててね、だから。でもちゃんと昨日送ったので見てください。はい、見てね。また皆さんがたまたま時間空いてる時にメール見るとか、もうちょっとやることないからメール書いてあげようかなと思ってる時に、ナミにお返事してください。待ってますよ。でもちゃんと毎日見てますよ、皆さんからのお返事。そうです、ちゃんとね、ちゃんとね、見て確認してますね。おはようございます。おはようです、おはよう。
あ、ちまだ。あ、今日の朝ごはんはね、なんやろな、わからんですね。どうやろう、なんなんでしょうか。あ、けどって、ちまだ、ね、めっちゃ話変わるんですけど、その今ね、コメントで昔の番組読み返してみようって来てるんですけど、あ、ね、ハッシュタグつけてるから、もしかしたら、あ、皆さんはアプリですか、メール、メールってアプリで来るのかな、ちょっとそれが分からんから何とも言えないんですけれども、あのね、もし普通のメールとかで来てるんだったら、ハッシュタグ1とかに変えてみてください。そして絞られてくるよ。1やったら多分1と11と12、13、14、15、16、17、18、19ととかで絞られていきますね。そうです、見てください。もう顔が結構変わってると思います。そうですね、いや自分でも思うんですよ、全然顔ちゃうなみたいななりますね。皆さんももしかすると、皆さん自身の昔の写真を見たらびっくりしちゃうかもですね。はい、あ、そうですね、昔はね、昔は皆さんのことを覚えるためにモバメの返信とかで書いてくださってたことをめっちゃメモしてましたね。そうです、実際会ってないから分からんけど、会った時にすぐ分かるように、何々さん、なんかさ、お誕生日だったんだよとかいうメールが来たりするので、そういうのでメモしてましたね。けど結構今はもうそういう方がめちゃくちゃ会いに来てくれるようになったので、もう脳内で覚えてます。けど最近はね、新しくねメールを取ってくださってる方が多いみたいで、お返事が新しい方がめちゃくちゃいっぱいいて嬉しいです。なのでね、乗り遅れちゃったなって思ってる方もいるかもやけど、 まだ2000通なので、2000ってしかもキリいいから、そんな、あとね、そうですね、だから待ってますはい、アプリで撮ってたけど最近うつのメールに変えた。そうなんですね、じゃあ検索でハッシュタグ1とかにしたら見やすいかもですね。昔の画像は見れないけど保存してる、はあ、見れなくなるんですね、ありがとう。あ、違うか、自分の写真かもしれんな、分からんちょっとじゃあ今日のモバメは久しぶりに1年前ぐらいの写真をあげようかなと思います。探しやすいですよね、新しく送られてきた方が。そうですね、生写真も結構成長を感じますねおはよう。アプリがあるんですよね、多分モバメも。はい、ルームスのコメント返しもありがとうございました。あ、そうですね、皆さんに返しきったのでよかったら見てください。1から撮ってます、さすがですね。1は多分なんかね、1週間ぐらいかな、1回休憩のモバメの お試し期間があったんですよ確かルームスもあったかな。じゃあじゃあルームスはなんか最初に入ってたらサインがもらえるみたいな感じやったけど、モバメは一時期お試し期間があったんです、確か1週間。そこから皆さんが行きたい場所にやってますね皆さんが行きたいメンバーのところに行ってます。そうですね、コメントして返信して公園行ってイベントに行くのが王道ですね。あ、そうなんですね、ありがとうございます。もうそれはね、王道じゃないですね、完璧ですね、ありがとう。はい、でもね、ちょっとね、あ、ハッシュタグ1000番台がたくさん並びます。そうですね、確かに絞られすぎか。でもハッシュタグ神田クラブ特別会ハッシュタグ1やったら
位置が一番上に来るはずです多分。はい、でもね結構皆さんは通りたい時期に撮ってくださってるので、何やっけ、モバメは月の初めに撮るのがいいのかな確か。その月で終わっちゃうんですよ絶対に。ね、ルームスはいつ入ってもそこから1ヶ月間だから、ちょっとモバメ撮るの忘れちゃったよって方は12月の初めから撮るといいかもですね。はい、でもね2000多いんかな、まだ少ないかもしれないですね。9期で比べるとどうなんやろ、みんなどれぐらいメールしてるんですかね、わからないけど頑張ります。これからも見てください。じゃあ今日のお返事待ってます見てるからちゃんと。はい、グッドおはよう太陽です。涙が仕事なんて分かりませんやって、確かに嬉しいですそれは涙がしか前を取ってないか分からないやって、ほんまか。うーん、6人取ってるけど涙が一番多いイメージ。あ、本当？じゃあ続きます。そうですね、あのね、上目はまだ気楽に取れると思うんですよ、ルームスとかよりは。なのでルームスももちろん更新頑張るし、だけどモバメは、あ、なんて言うんですかね、そうです、モバメが先の段階のことが多いですよね、ルームスの前に。え、分からへんけど、分からんけどそんな方が多い気がします。アミが今まで出会った方々はそうですね、え、分からんけど、うん去年の、あ、12月1の672から撮ってましたんで、初期の間知りませんでしたって。あー、でもえ、すごいですね、去年の12月1、去年か、あ、もうすぐで1年経つんだ。ということは、え、でもすごくないですか、1年で1400ぐらいメールを皆さんとしたってことですよね。うわー、楽しいですねすごい。そうですね、あ、そうです、ね、ルームスは大事なことをめっちゃ書いてます。大事なこと、うん、まあ大事なこととかを書いてて、あとはちょっと載せにくい写真とかもたまに載せたりしてますね。それでモバメはまあ多分ナミのことを少しだけしか気になってない方も撮ってくださってる方がいるんですね。だからはい、大事なことは書くけど、そうですねって感じです。ちょっと難しいな、でもどっちでも大丈夫です。でもあのね、ルームスのいいところはコメントが返信できるから、こう本当に会話ができるんですよ。だけど上目はあのポーンって投げたらポーンって返ってくるから会話ができない。だから上目も返信できたらいいのになって思いますね。でもそしたらルームスと変わらんくなっちゃうですね。確かに確かに。あ、じゃあ今日の一のチャンシモさんとコニタンの絵描きましょう。昨日描いたっけ、描いてないと思うんです。結局明日描きましょうってなった気がするので2人分描きましょう。はい、ジャミンもねちょっと見てみようかな明日。あ、そうですね、ルームスはねアミのね結構小さい頃の写真も見れますね。初期とかじゃなくてほんまに小さい頃、そうです、そうです。なので見てください、気になる方は。はい、使い分け難しいけどね
うん、まあ、でもあのモバメとルームスよりもモバメとブログの使い分けがちょっと難しかった時はありましたね。でもね、ブログはどちらかと言ったらなんて言うんだろう、なんて言うんやろ、ちょっと難しいけど、なんかメール、やっぱモバメはキャッチボールがしにくくてもまあできてる気はするけど、だけどブログはまあ日記みたいな感じやな。まあブログって言ってるしな。では雨が降るので傘を持ってない、かわいい、あ、待って、お願いします。わかりました。傘を持っているみたいな。待ってください。なんかね、傘は持ってるんですけど、あのね、多分これ傘の意味ないんだろうなっていう感じです。どうですか、こんな感じですね。またたたたん、あ、今日ちゃんしもさんいないかもですね。明日書きましょう。傘の意味はないですね。チーズありがとうございます。皆さんも傘はちゃんと自分の体に合ったサイズを変えましょう。じゃあ男女読みますね、はい、13位まぼさんありがとうございます。12位こじさんありがとうございます。11位りょうじさんありがとうございます。10位ピロピロさんありがとうございます。9位ちゃんしもさんありがとうございます。8位まさやかさんありがとうございます。7位ゴールさんありがとうございます。6位みおんさんありがとうございます。5位大野ふぎとさんありがとうございます。4位日高浩二さんありがとうございます。3位コスモライトさんありがとうございます。2位雄大さんありがとうございます。そして1位はじゃんじゃがーじゃじゃんこにたんでした。わーありがとうございました。それでは、あ、待って、ちゃんしもさんコメント来てますか。来てるみたいですね。え、どこやろう、見つけれ、アミマッチョ、ゴリマッチョみたいな名前しますよ。急いで書きましょう。気づかなかった。なんかね、ちょっとちょっとって感じやけど、あ、いける。ちょっとね、マッチョの腕が難しいけど、こうやりたいんですよ。目はわかりますか、こっちじゃなくてこっちの時のポーズやりたいんですよね。まあわかる、そう見たら見える。チーズ、うん、ありがとうございます。はい、ありがとう。こんな感じです。 OK、 それでは終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。じゃあ今日の15時まで、第10時かな、まあとにかく受付をしているので、よかったら遊びに来てください。待ってますね。じゃあ終わります。ありがとうございました。またねー。はーい。
皆さん傘忘れないようにしてくださいね。じゃあねー。